アイコンポロジー株式会社の三宅でございます。本日はですね、環境調和および海洋生分解性バイオマス複合プラスチック材料についてお話しさせていただきます。私どもでやっているのはですね、まずですね、この IWPC という材料、これは当初からやってましたところでですね、脱 CO2、これ使っているのがバイオマスのものですから、これカーボンニュートラルなものをたくさん使えば使うほど、プラスチックのなんですけれども、それは脱 CO2 に、関わるものだと。で、一番右端のバイオマス度、これは原料から見たですね、バイオマスどれだけ入ってんだということですけど、30から55%、半分以上入っているものがございます。これはいろんな成形が実はできる。これは本当を言うとですね、20年前、30年前ではこんなことできなかったんですが、私どもできるようになりました。それで今日本日ですね、中心になってお話しするのは、ビオフェイドという名前を付けました。これはバイオマスでフェードアウトしていくんだという名前から付けたんですが、これは海の水、海水で生分解をするという複合材料です。これは一番の IWPC からですね、派生してきた、発展してきたものですが、脱 CO2 の他に海洋生分解性というものを持ってます。これは海の水で生分解する。これ実は極めて難しい技術なんですね、実は。土壌やコンポスト中ではさらに早く生分解いたします。それでバイオマス度、一番右を見ていただきたいんですけど、今のところ70から90%ぐらいのバイオマス度を持ってますので、かなり脱 CO2 に貢献できると。で、今、射出成形だとか、ブロー成形、真空成形、押し出し成形みたいなこともできることが分かってきました。動かないな。これはですね、東京都立産技研さんとの共同開発でできたものです。ビオフェイドですね。で、これはもう今あるものはちょっと私どもどうしようもないんですが、今、これから出ていくもの、出ざるを得ないものについてはこれで対応できるんじゃないかと思っております。まず生分解とは何かということなんですが、これ2段階ございます。1段階目はこれ、バクテリアが非常に関与してまして、プラスチックというのは長い鎖状のものなんですが、バクテリアが自分で酵素を出しまして、これをブツブツ加水分解していくと。ただ加水分解しただけじゃ、これはマイクロプラスチックなんですが、その次が問題なんです。バクテリアが自分でこれをパクパクと餌にしていくと、このできたものですね。それで結局出てくるものは水とカーボンニュートラルの CO2 である。これはカーボンニュートラルの CO2 です。で、マイクロプラスチックは残さないというものでございます。ここがちょっと違いますね。で、作り方なんですが、簡単に申しますと、日本各地にございます、間伐材とかですね、端材、それから稲わら、麦わらのようなものもバイオマスで使えますし、でんぷんみたいなものなんかも使えます。これを粉砕したものと、それからバイオマスからできた成分解するもの、これは非常に珍しいものなんですが、海でも生分解するものがちょっとあります。世界中に、日本にもありますが、数が少ない。そこが問題を秘めておりますが、この辺を混練ペレット化して、右のようなビオフェードというペレットを作ります。これをもとにいろんな成形をしていきます。植物由来度が特徴なんですが、植物由来度がさっき言いましたように非常に高い。それから海でも生分解する。これは先ほど言いましたが珍しいんですね。これは海だけじゃなくて、コンポストや土壌ではさらに生分解して、肥料にもなるというものです。それでちょっとこの辺で生分解をですね、実は私どもいろいろというか、いろんなものを混ぜ合わせて作ります。配合を混ぜ合わせて作りますもんですから、これ成分解速度の調整ができるようになったということ、それから成形性とか物性の、変化もできるようになってきた。ここでグラフに載ってますのは、組成物1では結構早いものですが、組成物には成分解が遅いものです。実はこれ大切なことなんですね。
早い遅いがコントロールできるというのが大切なことなんです。これ後で申します。それからもっと接続物1よりも早いものも実はありますが、ここには載せておりません。で、実際生分解するのかという、このグラフはですね、実験の、粉で測る実験の加速試験なので、こんな60日とか80日ぐらいでこれだけの生分解を示してますが、実際にこれ海で生分解するのかいというのは、その写真でご覧いただけるように、右側は生形体ですね。これは遅い方なんですけれども、ただ120日も水につけとくと、表面から生分解して、もう木の粉が浮いているような状態になっています。それからシートでコンマ5ミリぐらいの真ん中のやつですが、これは120日後ではもうほとんど、ボロボロで、そんな状態になっております。で、この成形したものなんかで見ますとですね、非常にこれ、曲げ式の断生率って、これ、たわみにくいというか、硬いものなんですね。こういったもので、だいたい3.6倍ぐらい、ポリプロピレンの3.6倍、熱変形温度で見ると125度アップぐらいする。非常にこれはいいものですね。で、皆さんご存知でしょうか、プラゴミの半分以上は、これ、漁業ゴミなんですね。これは太平洋の真ん中で取ってみると、こういう浮き玉だとか、漁網だとかが非常に多い。それから沖縄県のホームページなんかで見ても非常に漁業もいいです。こういうものをちょっとやってみよう。これは東京都のものづくりベンチャーのプロジェクトで昨年やったものなんですが、浮き玉のモデルを作りました。これも120日も置いとくと、もうかなり表面からやられています。それから右側の女性が持っているのは、これは50センチぐらいの玉ですね。こういうものも実はできております。まあ、他にもこれ、牡蠣養殖用のパイプ、これ非常に問題になってまして、太平洋の真ん中でも海鳥が食って死んでるという状況がありますが、これこういうものを作りました。あと、ルアーだとか、これ本当に使えるんですね。それからブロー成形ボトルですね。こういうものもびっくりしたんですけど、できました。あとは歯ブラシ、これはですね、毛は豚の毛ですので、成分解全部します。こういったものを作っております。これちょっと付け加えて、IWPCG なんですが、これはですね、これもブロー成形で、でかいブロー、ボトルもできたし、真空成形もできた。この辺はですね、ドイツの研究会で会長がびっくりされてました。こんなことがウッドプラスチックでできるんかいということでびっくりされてましたね。それからこれはアサヒ油圧さん、これアサヒビールさんの関連会社ですが、こういう森のタンブラー、これ非常にいいものです。ここにちょっと持ってきてますけれども、木の粉を入れたものとか、麦芽の粉を入れたものとか、いろんなものができます。それからエコボトル、これも世界は多分初めてだと思いますけど、こういうボトルもできてます。まあ、以上こういうことでですね、皆様ぜひですね、私どもコラボレーションしていただきたいということで、今日参りました。どうもありがとうございました。はい、三宅様、どうもありがとうございました。製品も持っていっていただければしたので、この後交流会の時にぜひご覧いただければと思います。それではコメンテーターの野本様、いかがでしたでしょうか。はい、ありがとうございました。カーボンニュートラルに加えて、分解性というところで、二重の意味で環境保護に役立つというところで、非常に素晴らしい、期待の持てる技術だなというふうに感じました。で、そうですね、漁業での付加価値みたいなところが今、例として出てましたけども、逆にじゃあ、いわゆる商売として、今後稼いでいくってなった時に、一番太客になりそうな、お客さんって、こうどういう、事業体になりそうか、この辺ちょっと教えていただけますでしょうか。これは非常に幅広いと思ってます。もちろん今最初にやったのは海のプラゴミですから、これがもう本当に非常に問題になってます、世界的には。ですから、こういうところでですね、役立っていただければ、アジア、世界中で役立っていただけるだろう。それから他にもですね、容器包装、こういったものもですね、実は、本当は役立つんだかなと。ヨーロッパなんかは、容器包装のまま、もういらなくなったやつは、そのコンポストと一緒にコンポスターに入れちゃう。で、非常にこれは成分解しやすいものですから、そのまま肥料になるということで、日本でいうと都会よりどっちかというと、
農業地域だと思います。それから、まあ、木の粉なんかを使いますので、山の中の村町でもこれは産業が起こせそうだ、まあ、世界中でも起こせそうですね、まあ、そういうことは役立てるのかなと。それから使っていただくのはいろんなところでも、これアイデア次第だと思います。はい、どうもありがとうございました。それでは今回のイベントの共通の質問になります。お伺いさせていただきます。まず本日の登壇の目的、またどのような企業やビジネスパートナーとのマッチングアプローチを求めているのか、よろしくお願いいたします。今回の目的というのは、まあ、皆さんぜひですね、こういうことをやってるんだということをまず知っていただきたいということ。私ども大変しゃべり下手くそだし、PR 下手くそなんで、こういう機会をぜひいただいてありがたいと。それから何でしたっけ？はい、どのような企業やビジネスパートナーとの。これはですね、はい、非常に私も悩むところです。というのは、今こういうブームになってるんですね、実は脱炭素というのが。だから皆さん非常に問い合わせが多いんですが、あまり本当にお 金と一緒にそういうお金がなんかこの辺に浮かんでる人たちが多いんですね。ただ私はこういう事業こそですね、社会に役立つものだと思ってますので、そういう熱意の持ったところ、それから持続可能社会を目指すところ、まあ、こういう本当の意味での SDGs を持った方にぜひ一緒にやりたいと思ってます。はい、ぜひ今日会場に見なさっている皆様、このようなお話いただきましたので、ぜひお願いできればと思います。それでは続いての、質問となります。続いての質問は応募時に、いただいた質問となっております。こちらカーボンニュートラルですが、まあ、2050年で目指すべきものとはお考えでしょうか、それとももっと2030年の SDGs を意識した方がいいか、まあ、この世の今後のあらゆる産業競争に生き残るためにどう思いますでしょうかという質問ですが、よろしくお願いいたします。非常に難しい質問ですね。まあ、2050年というのは私も生きてないと思うんでいいんですけれども、これはですね、私どもエネルギー、もともと私エネルギー企業にいたもんですから、あれなんですけれども、まあ、エネルギーを、まあ、化石 燃料をやめなきゃどうしようもない、CO2 はですよ。ただ皆さん忘れてるのは、これ温暖化ということをなくそうとしてますので、実を言うと、メタンが一番問題だと私は個人思ってます。今メタンがいっぱいもう自然に出ていってる。これをなんとかしないと、メタンというのは、CO2 の25倍とか29倍とかいろいろ施設があるんですけど、それだけ温暖化ガスなんですよ。そのぐらい悪いものなんですけども、今これがむちゃくちゃ出てる。シビレの方からもいっぱい出てるそうですね。ですからこれは問題です。で、CO2 を減らすというのはやっぱり燃やす。化石燃料を使わないということに尽きると思いますね。ですから常温核融合だとか、まあ、ミニ原発、この辺のところは途中、使っていくざるを得ないと思ってますし、私ども材料面からすると、これはですね、農産物からできるプラスチックってあるんですよ。天然物からできるプラスチックってのは世界中でもうだいぶ進んでます。これを今石油から作るプラスチックじゃなくて、そっちに置き換えていけるような、そういう動きじゃないと、これはプラスチックの世界から見るとそういうことになると思います。どうもお話しいただきましてありがとうございます。それではお時間となりましたので、以上をもって、終了とさせていただきます。それでは宮家様、どうもありがとうございました。